とりあえずさっきの4羽を一緒にしてみました。これはね、店に置いてるんですよ、この4羽は。ケージ別々です。でも常に出てますから、向こうの方がね、上の方がね、黄色いサザナミが、この3羽がおるとこは、カゴは隣ですから、いつもね、遊び行ってますよ。中入りたそうにしてたから、今入れてみたんですけどね。下の方はね、あれよかちょっとやっぱ小さいですからね。上はもう完全に一人餌です。3ヶ月ぐらいになります、生後。だからまあ余裕たっぷりっていう感じですね。これ飛びついてきたのがまたこれ桜文鳥がね、あれはまたいたずら的なやつが向こうに今飛んできたやつですね。下の3羽はなんかピーピー鳴いてますね。上にちょっと先輩がいるもんですから。3羽固まってます。3羽いれば怖くないって感じでね。上の先輩は、先輩さんが下の方になんか行きたがってるけども、どうしようかなっていう感じですね。